はい、こんばんは、ジャジロです。今回ですね、ある大型ハイク来ました。すごい疲れた。来るまでがね、すごい遠くてね、疲れたんです。今日は時間があんまりないっていうことで、ね、そこまでなんか、さっきできないんですか。なかなかの歴史があります。ちょっと息がありますが、山道登ってきたんで、ボイラー室ですね。ちょっと早めに切り上げようかなと。超大型ハイクっていうことなんで、行ってみようかなと思います。これはすごいな。食堂だ、食堂。すごいよ、これ。めちゃくちゃ広いってことはないみたいですね。素晴らしい、うん、すごくいい。ですね、下に持っていくんですね。かな。そうだね、受付の場所だよね、ここで。ここが照明玄関ですね。で、こういったんで上に行けるな。上に行くか。いや、違う、これは。懐かしいテレビ、すっごい懐かしいテレビ、ちっちゃいテレビ、すごい、すっごいわ。このスリッパとトイレですね。
そうね。ゆっくり回りたいけどね、時間がない。204号室ね、時間がない。まあ部屋は全部こんな感じかな。こっちはちょっと産業物が少ないって感じか。203号室急ぎの配慮探索なんで、なんか面白いところがないかもしれないんですけど、これ非常に危険。待て、これか。終わりたいと思います。どうしようかな。いや、まだ部屋があるんだ。部屋が広いわ、これ。
鶏が巣作ってんだな。申し訳ないけど、ご挨拶したらすぐ帰ります。じゃあね、この後もね、海に泳ぐことにしてもらうんでね。すごい、あいつらさ、生きないようになってんだね、これ。部屋はね、全部同じような感じだったんでね。機械すべての階に通じる機械がここにあるんだね。時間がない。そればっかりか。コンクリプルコンク。これあれだね。カルタだね。ってことだね。ってことで、来ないです。